この時期なんでね、虫がいました。でもこれをどうしたらいいかわかんない。もうそろそろ蚊出てるよね。ディートっていう虫除けがあって、ディート、はいはいはい、はい、まあそういう 虫除けの中で一番強いやつがディートっていうやつなんやけど、ディートっていう成分があって、まあ、それが基本的にその虫除けの成分なんやけど、日本で売っていいのはディートが 30% までって言われてるんだけど、外国やったらディート 100% っていうのが売ってて、それがその強烈やと。お、ちょっと怖いですね。そのなんかあの要はそのベトナム戦争とかその戦争でジャングル入る兵隊さん用に開発された。それは日々つくものではないですね。うん、超強力虫除けらしい。まあとにかく効果時間が長いと。うん、プシュッとしとくと効くみたいなのありますよね。そう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 、そういう類のやつがあるんだって。でもすごい必要な気がする。今うちが虫がすごい話して、まずシャクガの幼虫が、私植物マニアなので。植物もマニアなんや。はい、あ、もうインスタほとんど植物と猫しか。あ、そうね、そういう苔の写真とか上げてるもんね。あれもほんと一部でうっそうとばっとあるんですけど、うん、そこにね、まず今回シャクガがつきまして、うんうん、これはおそらく自粛で人の流れがなかったこととかも影響してると思うんですね。あと、まあ、もちろん天候もあると思うんですけど、すっごい出て。で、今、アブラムシ、肌に、それから、あれは薄ばかりの何かでこう、ちょっと白い粉っぽいガのようなもの、ね、の大量発生。うん。蚊、うん、蚊。蚊はね、私しか刺されないんですよ。うん。あれ、蚊に刺される人は足が臭いっていうやつって見ました？あ、なんか、あの中学生かなんかの研究で、そう妹を助けたいって言ってより残酷な結果を出しちゃったやつね。うん、まあ、足が臭いっていうか、まあ、特殊な菌がいんねんね。まあ、一般的にいる菌なんやけど、まあ、その菌が多く繁殖してるっていうのが分かったよね、なんかね。もうね、尺側あの猫を放って捕らえさせてるんですけど、うん、そんなん取ってくれんの？まあ、ある程度は。うん、なるべく食べないように見張ってて、うん、で向こうは見つけてたってやるので、それをお箸でつまんで、うん、じゃこじゃこ。へえ、植物も好きなんや。うん、この2ヶ月シャクガの研究レポートですね、完全に。食べるもの食べないものに丸々つけて、うん、あ、植物というよりはね、俺いいの持ってんだよ。これ見て、枯れてます。マリッパですか？違う、これウツボカズラ。枯れてるじゃないですか。枯れちゃいました。枯れちゃってますよね。ウツボカズラ一番乾燥弱いから。いや、じゃあこれね、もう育てるの難しいね。あの大阪の、はい、日本で一番大きい植物園って言われてる、はいはい、あの咲夜この花館っていう、うん、植物園が大きい植物園があって、うーん、で、あの、そうそう、かわいそう、かわいそうね。あのうちの茂ってるやつをご覧に入れたい。うん、あのそこに関わる人はその館長さんにウツボカズラを渡されてね、試されるのよ。ああ、なるほどなるほど。育てられるかどうかと。あ、でも一発目ウツボカズラなんですか？
かなか、えって感じ。大体そこの社員さんは、もう2、3ヶ月で枯らすのよ。へぇー。もう全員が。うつぼ、あ、でも種類にもよりますよね、うつぼかずらの。もう、なんていうかな。スコールが降るようなとこ。うんうん。何やったっけ、アネッタイっていう。うん、パームヤシが取れるとこ。どこやったっけ？マレーシアですか？マレーシア方面で。はい。何が言いたいんだろう。何が言いたいのかわからない。マレーシア方、ボルネオ。ま、ボルネオがそのウツボカズラみたいな食虫植物が多いとこで。え、ちょっと今のヒントでボルネオ当てたこと一回褒めてくださいよ。あ、すごい。いや、マジですごい。ボルネオ。ボルネオ。確かに、ね、すごい植物のね、プラントハンターがボルネオへ向かってますよね。そう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 。ね、そういう、あ、拍手来てますよ。ありがとうございます。うん、まあ、そこの、その、木の下の、その、うっそうとしたところのジメジメとしてて、スコールの多いような、環境じゃないと育たないのよ。うんうんうん、うん。ただ、そういうとこへ行けば、もう雑草のごとく育つのよ。うん。で、もちろん、その、植物園では、その、温室みたいなところで育ててんねんけど、家でも、上手にしたら育つからって言って渡されるの、うん、で、ビニールかけたら良さそうですね。だからこれビニールかかってんの、ね、あ、それでか。私それ捨てる準備なのかと思ってごめんなさい。違う。で、これはもう試されるわけよ、館長に、うん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 、植物の気持ちになってね、どんだけ世話できるかっていうのを試されるわけよ。で、社員さんはもう全員に3ヶ月で枯らすところを、うん、俺はもう3年耐えたからね。の慣れの果てがそれってことですか？慣れの果てがくれないけど、この、ウツボカズラってこう、鶴みたいに巻いていくから、はいはい。この棒がいんねんけど、うん。俺この棒に足引っ掛けてさ、これ倒しちゃったのよ。うん。で、中全部ダーって出たのよ。それがとどめに。もうそれで慌てて直してんけど、もう一瞬で枯れたね、もう。一週間ぐらいで枯れちゃった。なんですかね。根っこが弱いねんて。あ、根っこですか。うん。心じゃなくて。蹴られた。いらないんだ。僕はここのうちの子じゃないんだ。それもあると思うわ。けど、俺めっちゃ大事に育てたで。3年も大事にしてくれたのに、何よってやつ。あ、そういうこと か、保護にしすぎたんか。そうそうそう。うん、おそらく、ごめんねって言ってあげながら。いや、もう、ショックでさ、俺こんな真面目に育てたことないんやけど、うん、まあ、初めてやったからね、いろいろ調べて、枯らしたあかんわと思って、結局、普通水やりってさ、まあ一日に一回とか、まあその植物によってあるけど、このタイプは、水をこうジャーッとあげるんじゃなくって、まあジャーッとあげてもいいんだけど、一日に2、3回霧吹きやね。そう、それ。そのじめっとした感じを演出してあげなあかんねんね。一緒にお風呂入るといいですよ。ああ。ありかもね。いや、そうやね。で、直射日光あかんねん。うん。だから、そのお風呂、それ、ほんまいいと思う。でもそうなったら、うん、連れて回らなあかんや、毎日。うん。そうですよ。いいじゃないですか。いや、俺、そんなに。そんなに愛してなかった。いや、違う。悪い子だね。なんで？悪い子だね。違うよ。違う。俺みたいな初心者にはさ、それはハードル高いで。一日一回水やりでも、ギリですよ。
うーん。なんか1日1回お風呂一緒入ったらいいじゃん。いや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 、まあそうなんやけど。植物と入浴ってやったことないでしょ、まだ。ない。私はやりますけど、あれはいいものですよ。まあじゃあ、それぐらいの愛情、愛情じゃなくってさ、俺それ気がつかなかったんだもん、そんなお風呂に入るっていう手があるなんてね。ああ、うん、確かに。それはそうかもしれないですね。うんうん、でも大体ね、こう、原産地とか、ね、どういう環境でもともと育っているのかとかって調べると、そうどういうふうにそれを作ってあげたらいいかなって考えてやりますよね。だから、そのなんか、もらった人の中では俺、優秀な方？うんうん。それって3年持ったよって館長さんに報告するんですか？そんなんは言わないけど、てか、社員じゃないのになんで館長さんにうつぼくずはもらったんですか？いや、ちょっと仕事で、出入り業者じゃないけどね。昨夜この穴館のモニュメントとか俺が作ってんやんか。へぇー。12メーターぐらいのクリスマスツリーとかね。俺が作って、いろんなの作ってて。まあ、プロモーションビデオとかも俺が、まあこれ言うてええんかな、仕事の話やからね。いや、知りたいですよ。うん。何者なのかほとんど存じ上げないので、ね。まあそんなんで、ちょっとこう、出入りが、まあ月に1回ぐらい行くようなとこやったから。で、まあ、そんなんで、ちょっとこう、出入りが、まあ、月に1回ぐらい行くようなとこやったから、で、聞かれはしないけど、なんかの時には、ああ、まだ元気ですよ、とか言うてね、ちょっとアピールして、うち、俺ちゃんとやってますぜ、言うてね。ふわっとアピールはしますよ。私だったら、すごい聞かれてもいないのに写真撮って、写真見てください。うん、あ、茂ってますよ。いや、それぐらいできた方がいいと思う。うん、いや、だから、ちゃんとその、ビニールみたいな巻いて、この霧吹きで、1日2、3回軽くしてあげるっていう方法までたどり着いたのは俺だけなの。一応ね。うん。ね、いや、割とよくやりますね。バンダとかでよくやります。え？寄生するタイプの蘭、こういう葉っぱの、なんて言うんでしょう、空気中から水分を取りたい子なんで、ちょっとこう、ビニール袋の下の方に水入れて覆ってあげるみたいなことを。うん、私、こう、人んちの観葉植物見て、サンスベリアを枯らす女はダメだな、とかよくこう、ジェッジして。ボトスを枯らすとはなかなか。ボトスは枯れへんよね。枯れない。ポトス、ミントは、枯れないことがむしろ悩み。うん。いや、そう、そう。ほんとそう。俺、ポトスを置いたことがあるのよ。うんうんうん。どんどん増えますよね。いや、増えるし、いや、困るのは、当時付き合ってた人が、持ってきたのよ。うん。うちに置い、ね。はいはい。ポトスは、まあ、育ちますけど、その子は出ていくわけやんか。育って愛は育たず。うまいこと言うんじゃない。うまいこと言うんじゃない。はい。ね。で、はい、ポトスは置いてけぼり。世話せなあかんやん。でも、次の人来るわけやん。いや、別にそんな気づかないから。いや、でも、まあ、いや、聞かれたら言うしかないからね。いや、これ、もう、昔のあれですわ、言うて言わなしゃあないやんか。で、かといって、それ、生き物やから捨てられへんしさ。うん。その、無限にもできへんやん。うん、うん。いや、だから、言うてね。どう、まあ、ポトスは、
いいんじゃないですか、そのまま。いや、それで結局10年後。おお。うん。それである日突然引っかかって切っちゃって。ちょ。いや、それはね、さすがになんか仕事で1週間部屋を分けた時に。ああ。うん。さすがに枯れてたね。枯れてたけど、うん、うん、そうだね。シュシュになっちゃってね、水につけてももう戻らないような。そうそう。もうなん、愛のように、もう。うまいこと言うんじゃない。いや、ノンアルですから。そもそももう飲むから、これ。鼻出た。で大体、まあ、今年はもうもちろん行けないですけど、夏にね、こう、1週間とか家を空けてどこかへ行くことが多くて、夏とかゴールデンウィークとか。で、そういう時ってこう、なんて言うんでしょう、毛細管現象で、ペットボトルから、こう、ポタポタと水を垂らす道具みたいなのがあるんですね。ほぉー。そういうのとか、あと、バケツや洗面器に、ジャバジャバに水張って、そこにドボンを入れて、とりあえずもベランダのものはすべて家の中に取り込んで、そういった処置をして、それではと言って出ていくんですけど、まあ大体戦死者が毎年一人二人は出てた。あ、でもまあそれぐらいで済んでんねや。うん。だから同じ管のはずなのに、途中で何かがこう、詰まっちゃって、ポタポタいかなくなってる場合とか、うん、あーすごいこう葉っぱが落ちてることがね、いました。映画の話なのに今観葉植物の話してますけども。いやいやいや。そろそろ1時間になりますんで、1回切れますんで、時間で切れますんで、で、立ち上げ直しますんで、皆さん帰ってきていただけたらと思います。お付き合いくださいませ。ちょっとね、おトイレ休憩も考えまして、今1時5分なので、はい。1時10分になったら再開しましょうか。わかりました。で、映画の話全然進んでないんで一旦切れますよ、皆さん一旦切れます。